やらない選択肢あったのっていう。嬉しいですよね。うわ、めっちゃ対策じゃんって言ったんですよ。レンジャーズの真髄には初めて見た話です。マイナビニュースをご覧の皆さん、間宮祥太朗です。一緒に戦いたい人、そうですね、誰だろう。まあみんなだけど、フィジカルで言ったらゴードンになるかな。実際にフィジカルで戦うとなったらゴードンが味方に一緒に戦ってくれたら心強い気がします。まあそうだよねゴードンだもんな。守りたいところ、守ってあげたくなっちゃうのはやっぱ、まあ、みんな一緒なんじゃないかな。真宙じゃない、真宙多いんじゃないですか。真宙ですね。まあ理由はお察しの通りです。本音誰だろうな。杉野かな。まあ、わりかし俺は話そうではあるんだけど、杉野実態は口数が多い方じゃないんで、なんかみんな、特にみんなでいる時とかは割と物静かな方なんで、でも考えてるわけじゃないですか。その都度いろんなこと、何考えてるのかな、気になります。兄弟、だから兄ちゃんなのか弟なのかってところですよね。お兄ちゃん、なあ、どうだろうな。弟でヒロヤにしときます。扱いやすいんではい、すごいなんかね、やっぱコミュニケーション取りやすいですよ、いろいろと。まあ、匠かな。なんかやっぱ落ち着きと落ち着きも余裕も冷静さも感じるし、いろんなことを多分経験値が多いのか、そういう風に感じる。一番匠が何周も経験してさ、やるだろうなと思ってたんで、というか続編決まったってなった時にすごい、あ、続編ってなったんですけど、やらない選択肢あったのっていう。どっちかというとその1だけで終わらせたら本当に自分とヒロヤの役はわけがわからないんで、でしかもヒロヤに関しては俺確か1でハンマって名前出てないんですよって言ってて、誰とかわかんない状態で完結したらよくわかんないじゃないですか。なので、まあ、続編はそうですね、やるんだやったっていうよりはそうですよねっていう感じがありました。見ましたとか奇跡とかっていう声が届いたんで、美味しいですよね。3日ですよ、3日、3日の反響としてはだいぶリターンがでかいなと思います。前作と違うところというか、今回の前後編に変わってようやくなんかリベンジャーズでどういう撮影してんだっていうのを知った感じなんで、まあ、やっぱすごいスタッフの数もすごいし、こうキャストの、まあ、決戦のね、あの廃車場のキャストの数もすごいし、それに伴ってやっぱヘアメイクとかものすごい人数で大所帯でやってた
たんで、シンプルにうわめっちゃ大作じゃんって思ったんですよね。前回はそれを感じる瞬間が撮影中なかったんで、うわすげえ大変な撮影してるなあって、前回もこういう瞬間あったんだろうな、まあ、さらにパワーアップしてるとは思いますけども、うん、だから改めてどこが変わったとかっていうよりは、このリベンジャーズの真髄には初めて触れた感じです。続編をやるとしたらこんぐらい開くだろうなってぐらいちょうど空いてるんで、まあその間それこそ自分に限らずみんなそれぞれの現場でいろんな経験して、だから俺一番びっくりしたのはやっぱゴードンかな。なんかたくましさとか体じゃなくて、こうたくましさとか自信とか、なんか前回そのワンの時にはこう押し黙って周りの様子を伺ってる感じの印象を受けたんで、なんかすごくこの3年ですか、ね、3年ぐらいで大きく、何かが変化してったんだなっていうふうに見てて思います。でも一つこの世代を代表するような作品にはなってると思いますし、原作も含めてね、映画と原作も含めて一つのムーブメントとしてすごい大きいものだとは思うんで、うん、それに関われてよかったなとは素直に思いますし、あとはなんかそのこの世代を代表するみたいな話で言うと、これ1個前に定位置の国っていうのも出てんで、なんかそのデジャブがあるというか、なんかそう、その時も津田正樹がなんか俺たちの世代のクローズみたいな話をなんかでしてて、今回匠も言ってるんでデジャブそうですよね、ありがたい。